ジャパンすごい日本と世界のニュースへようこそ今回は習近平国家主席がついに認めた中国の経済的苦境について見ていきたいと思います中国経済の低迷に関してなんですが2023年には中国経済は複数の要因により低迷し その影響が国内外で顕著になってきました。その要因として現状を詳しく見ていきたいと思います。まず大きく一つ挙げられるのは COVID-19 いわば新型コロナパンデミックの影響です。新型コロナウイルスのパンデミックは中国経済に大きな影響を与えることになりました。ゼロコロナ政策と呼ばれる厳格すぎると言ってもいいロックダウンが行われ移動の制限がかけられましたね。都市はは封鎖され、あるいはデパートが封鎖 さされれ取りり残たとかそういいっった映像ががよくニュースなどでも上がっていましたね当然このゼロコロナ政策というものは経済活動を著しく止めることになりますので中国経済に対する深刻な影響を及ぼしましたそして消費者の支出と工業の生産に大きな落ち込みが見られるということにつながってしまったわけです。 他にもいくつか経済の低迷に関する話がありまして当チャンネルでもですねたびたび取り上げています不動産市場の不安定性です中国の不動産市場はですねそのバブル崩壊によって非常に厳しい状況に立たされているわけです過剰な供給と高い債務レベルによって脆弱化してしまいまして大手不動産開発業者のデフォルトリスクが高まり市場に対する信頼が低下しました壁経園であったり恒大集団であったり遠洋集団などねたくさんの大手不動産 動産開発業者がが経営難ににるるこことととととなりままししたそててて貿易戦争と国際関係の緊張でですすね非常に高まってきているということですアメリカとの貿易戦争そして他国とのね地政学的な緊張も高まってきていますインドとの国境問題であったりフィリピンとの国境問題であったり台湾有事の懸念なども一つそうですが中国の輸出市場に悪影響を及ぼすことになりますね一帯一路からイタリアが抜けるという宣言をしたのも2023年大きな出来事でした またこれらの緊張というものがですね中国に対する外国からの投資の減少をね促すことになってしまったわけですねさらにサプライチェーンの問題があります世界的なですね供給もサプライチェーンの混乱が中国の製造業と輸出に悪影響を与えることとなってしまいました特にですね半導体の不足というものはですね日本も苦しんだわけなんですけれども中国も例外ではありません電子機器や自動車産業に影響を与えることとなりました このような複数の要因から中国経済の低迷がですね特に2023年になって浮き彫りになってきたわけですそんな中国の現状についてですがまず成長率が非常に減速しているということでですね先ほどお伝えしたいくつかの要因によって中国の GDP 成長率は減速していき過去数十年で最低レベルに近い水準を記録していますただ中国の発表している GDP というのはあくまでも参考レベルといいますか非常に大きくですね水増しされているもの なので、まあ、これはあまり参考にはならないんですけれどもそれでもなお公式の GDP 発表ですら減速しているという状況。 これはかなり中国がですね追い詰められているのがよくわかる話ですねそしてそれに対する中国政府の対応というものも注目が集まるところなんですけれども中国政府はですね景気を刺激するね政策であったり金融緩和政策っていうのは実施はしているんですけれどもそこまで大きな手こ入れにつながるようなことはしていないんですねそのため経済の回復には時間がかかるだろうと予想されるわけですそして社会的影響に関しても見ていかなければなりません経済の低迷というものは社会的な不満や不安 安定性を高めるということはですね。もう中国に限らず、どの国にも言えることです。特に若者の間の職業の不安定さ、生活コストの高騰が問題となっています。若者のですね、えー、失業率が20何パーセントってなっています。けれども実質ですねえー。休職する位置を見せない人たちも含めますと、46%ほどの若者が失業しているような状況にあります。 これはもう国として大き,な大きな問題ですね。特に失業していく要因として経済の低迷もありますけれども数々の外資が撤退していっていることもですね、雇用の損失につながっているところです。 中国では路上に転がっているですねちょっと大きめのねパイプ土管ですね土管の中で暮らす若者も出てきているそんな状況です国際市場への影響としましては中国経済が低迷することはですね世界的に見てもサプライチェーンや貿易に影響を及ぼすことになりますので世界経済全体に対してもですね少しばかり良くない影響が出てきてしまっているのも事実ですね 特に一番影響を受けてしまっているのは韓国とかかドイツでではないでしょうか韓国やドイツはですね中国に対して物をバンバン売っていましたので中国経済が悪化したことによって中国のですね購買力が失われたことによってそれに引きずられる形で非常に経済状況が悪化しているのが現状です。 このような背景におきまして、えー、2023年の末ですね12月31日に習近平国家主席は演説を行いました CNN の報道を読み上げていきたいと思います習近平国家主席は国内の企業が苦戦し雇用が厳しい状況にあることを認めたということでして2013年以来恒例となっている新年に向けた演説で習近平氏は経済的苦境に言及したわけなんですけどもこれは初めてということですね世界第2位の経済大国になった中国なんですけれども 需要が冷え込んで失業率はどんどん上昇して景況感の悪化などによってですね構造的な経済減速に苦戦しているわけなんです。 なのでですね習近平国家主席のこの発言というものはですね重要な局面に中国が差し掛かっているということをよく表しているわけですね習近平氏はテレビの演説で一部の企業は苦境に立たされまた就職が厳しく日々の暮らしに困る人々もいたと述べまして中国が逆風に直面していることをついに認めたんですそしてこれらのすべてのことを念頭に置いているとした上で経済回復の勢いを強固にして強めていくと明言しました 習近平国家主席の演説に先駆けまして中国国家統計局は12月の製造業購買担当者景気室 PMI が49.0だったことを発表していますこれ50を下回ると非常によろしくないんですよね50を上回ると景気が拡大しているんですけれども50を下回ると景気がね後退していると判断されてしまうわけなんです前月の49.4からさらに低下しているということで6ヶ月で最低水準に落ち込んだことが示されたわけですちなみにこの、P d m i が50を下回るのはなんと3ヶ月連続なんですね。 ゼロコロナ政策が明けてから回復すると見られていた中国の経済はますます冷え込んでいるということがよくわかります中国経済を支える巨大な製造業は2023年に年間を通してほぼ低迷していました経済活動に関しては第一四半期にほんの少しだけ持ち直したんですけれどもこの PMI は4月から5ヶ月間50を割り込みまして9月に1回だけですね50を上回ったんですけれどもその後再び50を割り込んだわけです中国は何 長引く不動産不況や記録的な高水準にある若者の失業率依然として続いている物価の低迷地方政府の財政負荷の増大などの問題を抱えています中国政府は昨年立て続けに支援策を打ち出したんですけれどもなかなかいいようになりません今年は財政金融政策を強化すると宣言するなど経済成長を回復させて雇用創出を促進しようと取り組みを進めているところですではこの2024年はどうなるのでしょうか 2024年度も積極的な財政政策と適切な金融政策を実施していこうというふうに言ってるんですけれども市場の期待に応えられるようなですね大規模な景気刺激策っていうのはおそらく展開することはできないだろうと非常に慎重になっていますそもそもそれだけの体力はもはや中国に残されていません不動産開発企業は直面している巨額の債務問題を含めた経営危機そして不動産市場を全体が直面する低迷危機がどこにどう着地して ていくのかというところが全く見えてきません1月から11月の不動産開発投資は2023年に入って最大の下げ幅で9.4%も減ってしまっていますさらに中国はすでにデフレに突入したという見方もありますし少子化高齢化といった問題にどこまで真剣に向き合えるのかというところも注目点ですがこれといった対策はまだ打てていませんそして今年の1月に台湾総統選が行われます11月になりますとアメリカの大統領選が行われます この結果次第では中国によるですね台湾への軍事的圧力がさらに強くなる可能性があるわけですし米中対立がさらに激化する可能性もあるわけですこの先行きが不透明な部分っていうところがね果たしてどういう展開に進んでいくのかっていうところは今年も注目していく必要がありそうですね非常に苦しい状況に立たされている中国が今年はどのような手を打っていくのか引き続きこのチャンネルでも追いかけていきたいと思いますというわけでご視聴ありがとうございました サブチャンネルジャパンさんのお話とこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。